はい。おはようございます。沖縄ババです。今日も仕事です。また多分ね、ちょっと帰ってくるの早いと思いますので、動画をちょっと多めに上げられると思います。えー、また今日はね、動画のご紹介なんですけど、やっぱりワクワク関連です。えー、ファイザーのね、えー、ファイファイザーのね、資料から、えー、お話ししている方がいます。はい。これとっても有益です。あの、どうしてかっていうと、 本当にファイザー社の資料だからです。はい、これにいろいろ詳細が、ああ、ワクワク、今回のワクワクの問題は何かということが記してあります。ちょっとね、面白いなと思って、思ったことがいくつかありまして、それによるとね、今回のあの、ワクワク試験なので、試験中ですからね、ワクワクの量を4種類に、プラセボを含めた4種類になってるそうです。多分二十盲目なので、 え、これを、あの、ロットの番号とかでね、多分、あの、会社の方では、多分記録してるんだろうと思うんですけど、多分、お医者さんとかには知らされてないと思います。なぜなら、あの、普通20盲目試験ってそういう感じでやるのでね。なので、容量の多いものから、ワクワクの容量の多いものから、あワクワクの本当に少ないものまで、そしてプラスプラセボで、 4種類あるということですね。はい。これね、本当にあの、全然ワクワクが入ってない人は、もう全く被害ないですね。はい。よかったです。はい。プラセボを売って、なんていうのかな。プラセボの、なんていうのかな。ワクワクの容器に入ったプラセボを、おそし、プラセボプラス食塩水って言ったら、もう全然ワクワクではないのでね。そういう人、まあ、ロシアンルーレットですけど、4分の1いるということです。 はい。その人たちは本当に運がいい人ということが分かりますね。はい。まあ、いろいろね、あとは、あの、学術的なことをね、説明してくれてますので。はい、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 はい。で、皆さんね、ぜひぜひ見に行ってください。はい。いきしゃーん。はーい。かわいいですね。ブルブルブル。ね。はい。それでは皆さん、今日も元気にお過ごしください。沖縄おばばでした。